お疲れ様です。パーソナリティのカノンです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは感動秘話、最貧国ブルネイを裕福にした一人の日本人の功績とは、をお送りします。ちょっとジーンと来ちゃった人はチャンネル登録とグッドボタンをポチッとお願いします。東南アジアのボルネオ島の北部に位置している国、ブルネイ。石油や天然ガスなどの地下資源が豊富で、経済に大きな恩恵をもたらしています。世界でもトップクラスに裕福なこの国では、国民には税金がほとんどかからず、医療費もほとんど無料です。しかし、ブルネイは、その昔、非常に貧しい国でした。そんな国が、なぜ生まれ変わったのか？今回は知られざるそのエピソードを紹介していきましょう。きっかけは日本人から始まりました。その日本人がブルネイに来たのは70年以上も前のこと。1941年から日本は当時アメリカ、イギリス、オランダの植民地状態にあった東南アジア地域を順次占領していきました。1942年には日本は英国の植民地であったブルネイに侵攻。結果、イギリスは退去し、日本がブルネイを占領するようになりました。日本は、ブルネイを、日本国ブルネイ県として制定し、日本の統治下に置きました。そして、その時、日本政府によって、ブルネイ県の知事に任命されたのが、木村剛氏。今回のキーパーソンです。宮城県出身の木村氏は、すでに宮城県庁に勤務しながら、商工業課長などの要職を経験していました。そんな木村氏が、占領地行政を担当する司政官の役割として初めて行ったのは、当時のブルネイ国王、アハマド王との対面。ブルネイは、日本に占領されて日本国ブルネイ県に変わりましたが、日本は、元の国王の地位と権威をそのまま認めていました。木村氏は、国王を最大限に尊重し、礼儀を尽くして会い、そして国王に一つのお願いをしました。それは、ブルネイ人一人を秘書にしたいので、推薦してほしいというお願いでした。木村氏にとって、ブルネイは未知の国だったので、ブルネイの事情をよく知っている秘書官の役割をしてくれる地元の人々が絶対に必要だったのです。国王はこれを受け入れ、ブルネイの青年を一人、木村氏に紹介。オマル・アリ・サイフディンという名の26歳の青年でした。自分の祖国を占領した日本が派遣した司政官の要求に、国王は素直に応じましたが、当時は、国王を含むブルネイ人たちは、みんな、日本を信頼していなかったと言います。というのも、直前までブルネイを支配していたイギリスが、油田開発に伴う利益を独占しており、ブルネイ国民に還元していなかったという、ジャイアンカオマケの横暴的行為をしていたからです。結果、国民の大多数が、貧しい生活をするしかなかったという状況でした。ブルネイの人々は、こういった経験のため、当時の日本も、ブルネイ近海で発見された油田を開発することだけに関心を持っていると考えており、木村氏の秘書になったオマル青年も日本に対してそう思っていたそうです。当時日本政府がブルネイ近海の石油資源に大きな関心を持っていたことは事実ですが、ところが木村氏がオマル青年に現地視察の地域として案内してくれるよう要求したのは、石油資源関連地域ではなく一般的な国民が居住する貧しい村でした。当時のブルネイの村はほとんどが密林に囲まれている状態で、道路のようなものもなかったと言います。国土の 80% が熱帯雨林地帯のブルネイは、自生ゴムの木が豊富に育っていました。そして、その天然ゴムが豊富なことに注目した木村氏は、日本軍の資金を利用し、ゴムを製造する機械を導入。大々的に造成して、多くのブルネイ人を、正当な賃金を与えて雇いました。
当然、木村氏の主な任務の中には油田開発もあったそうですが、天然ゴムからゴムを製造した後に生じた収益を日本軍の収益には入れず、現地の水道施設や通信施設などのインフラに投資。当初の日本軍の資金を使いつつ、施設投資で得られた収益を日本軍のためではなく、地元の人々の生活を向上させるために投資したのです。石油施設以外の用途に投資するのは、当時の日本政府の方針に違反する行為で、左遷や投獄される可能性のある危険な行動だったといいます。しかし、木村氏は、このような危険を冒しながらも、現地民の生活向上のための投資をやり続けました。続いて、木村氏は、次のようにして、大規模な農場を造成する計画を立てます。自給自足に満足し、私の家族が食べられる分だけあれば良いというライフスタイルから抜け出せずにいたブルネイの人々に向かって、木村氏は、互いに協力して、大規模に農業をする方が、はるかに豊かな生活が可能だということを力説。この大規模農業計画について、あちこちの村で人々を説得して回りました。秘書のおまる青年は、この辺りから、実は、この人は、とても慈悲深い人物なのでは?と、徐々に木村氏を信頼し始めたようです。そして赴任後数ヶ月で、ブルネイの人々も、そんな木村氏を少しずつ尊敬し始めました。そして、この後、決定的な出来事が起こります。木村氏は、おまる青年に、イバン族の居住地を案内してほしいと依頼したのです。ブルネイは、王騎が属するマレー系以外にも、いろいろな部族がおり、その中でも、イバン族は、マレー系などの他の、どの部族からも排斥されている部族でした。というのも、イバン族は、伝統的に、他の部族との関係も悪く、人の首を切るという、ひどい悪習のある、危険な部族だったのです。しかし、木村氏は、ブルネイを根本から改善させていくためには、ブルネイ内部の部族の団結と、一つになった心が何よりも重要だと考えて、イバン族の協力を得ようと、多くの努力を傾けました。イバン族は、日本軍が、以前、ブルネイを支配していたイギリスを破って占領した際、自分のエリアに入ってきた日本兵を捕らえて、その首を切り捨てたことがあるほどの野蛮な部族。それでも、木村氏は、おまる青年と同行して、慎重にイバン族を訪ねて説得する努力を継続させます。こういった説得作業と並行して、様々なインフラの構築で、イバン族の居住地域を優先的に適用するため、努力を重ねました。その結果、少しずつ、イバン族の人たちの心が開かれ始め、最終的に木村氏を信頼するようになりました。そして、ついに、狭い土地でありながら多民族で構成されていて、たくさんの葛藤が絶えなかったブルネイは、お互いに協力して一つになるという雰囲気が造成されたのです。ところが、残念ながら木村氏の努力は長くは続けられませんでした。木村氏がブルネイ県知事に任命されて1年余り経った時、日本政府からマレーシアに移動するよう命令を受けたのです。木村氏には、物足りなさを感じた一年。しかし、ブルネイ人にとっては、木村氏と共に過ごした一年は奇跡の一年でした。短い時間だったものの、その時間で、決定的に、ブルネイの人々の思考が変わり、行動が変わり、生活が変わるきっかけになりました。ブルネイでの最後の日と関連して、木村氏は、手記にこう記しています。わずか一年だったが、地元の幹部が別れを迎えて、私の前で泣き続けた。私も涙が出てしまった。去る最後の日、地元の幹部と、ほぼ1時間半にわたって、互いに、席別の物足りなさを分かち合い、共に過ごした。彼らを見守りながら、この人々が、私を本当に信じてくれたという気がして嬉しく、とてもありがたかった。1年間、それなりに苦労をしたことが、それでも、多少なりとも、ここの人々のために有用だったと思って、初めて安心した。そうしてブルネイを去ってから、22年の歳月が、流れ、木村氏は、
日本で検事として勤務していました。そんなある日、いつもと変わらず、仕事の準備をしていると、木村氏のもとに、一通の手紙が送られてきました。送信者は、上野達郎。木村氏がブルネイにいた時、日本の総合商社から派遣されて、ブルネイで勤務していた人物でした。手紙の内容は、上野氏の知人が、ブルネイ国王と面談をしたが、その時に、国王がこう言ったということだった。戦争の時、ブルネイ知事として派遣されてきた木村という名前の男性に、ぜひ一度会いたいのですが、何か方法はないでしょうか？しかも、ブルネイ国王は、それ以前、木村氏を探すために、直接日本を訪問して探し回ったこともあったものの、結局見つからず、帰国したという。そして、手紙の最後には、私と一緒に、ブルネイ国王に会いに行きませんか？とありました。これを見た木村氏は、ためらうことなく、ブルネイに向かいます。木村氏は、この時の気持ちを、手記にこう記しています。22年前の恋人に会うようなワクワク感がある。あらゆる想像で、心臓がドキドキする。心臓の鼓動が、手に負えないほど速くなっている感じだ。現地に到着した木村氏は、ブルネイ国王が住む宮殿の中に案内されて入り、ついに国王と対面。そして、互いに向き合った時、木村氏は驚愕します。なんと、そこには、自分の秘書青年だったオマルが立っていたのです。オマルは、ブルネイの国王になっていたのです。二人は、過去のたくさんの思い出などを語り、時間が経つのを忘れて話を交わしました。そして、別れるとき、オマル国王は、木村氏に向かって、もう一度ブルネイで働かないか、という提案をしました。木村氏は、その提案に驚きましたが、しばらく考えた後、丁重に断ったと言います。なぜなら、ブルネイは、すでに木村氏が勤務した当時よりも、はるかに発展していて、何よりも、木村氏の願い通り、ブルネイ人が互いに和合し、自らの力で発展を遂げた状態だったからです。そんな木村氏には、この世を去るまで大切にしていたものが一つあります。再会を終えて別れる時に、オマル王が贈り物として渡したブルネイ固有の工芸品です。ブルネイ人の真心が込められた贈り物として、木村氏が亡くなった後の今も、遺族によって大切に保管されているそうです。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、戦時中であっても、こんな感動的な実話があったということにびっくりしました。こういった話こそ、歴史の教科書に載せてほしいなと思います。でも、派遣されたのが木村さんで、本当に良かったですね。彼は、確たる信念があったからこそ、そうした行動を起こすことができたんだと思います。命令されたことを遂行することも大事ですが、未来を見据えた行いをすることの方がいい結果につながるんですね。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。